はいどうもプロボラーの川添翔太です。本日もショレチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日はですねアニマルリーグ6月のコンディションドラゴンのパターンで投球したいと思います。レーンコンディションなんですけどオイルの長さが45フィートとロングのコンディションとなっております。まあ、今回ですね、まあ、ロングのコンディションなんですけどオイルの長さが45フィートと、まあ、最近では45フィートとは言ってもやっぱボールがね進化してますので前だったらもう45フィートと聞くとめちゃめちゃ速いなという印象だったんですけど、まあ、最近はねもう45フィートとは言っても、まあ、めちゃくちゃ速いわけではないのかなと思います。まあ、ただ結構外までねしっかりと油が入っているコンディションとなっておりますのでまあ、難易度的にはね結構高いのかなと思います。まあ、ということで早速ですねアニマルリーグ6月のコンディションドラゴンのパターンを投球していきたいと思いますので最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。今日はですねアニマルリーグドラゴンのパターンで投球してみたいと思います。さあまずはですねボールはコード300、まあ、まずはね15枚目ぐらいに立って投げたいと思います。さあ、いやそうなんですよ、もうねやっぱロングなので外はもう本当にめちゃめちゃ速いです。いややっぱりねロングのコンディションなので外はねめちゃめちゃ速いですよね。さあ、うん、やっぱ全然曲がらないですよね。ロングのコンディションなのでセオリーはねやっぱ中なんですよ。まあ、なんですけど外ねもう少し曲がるかなと思ったんですけどさすがに僕が投げても全然曲がらないですね。はい、もう少し外に寄って投げてみたいと思います。まあ、やっぱり、ね、曲がらないと思うんですけど。さあどうか。もう全然曲がらないですね。今回のドラゴンのコンディションはやっぱ外はねさすがに投げれないコンディションだと思います。うん、やっぱりそうですね外はちょっと難しいですね。立つ位置は少し中にして12、3枚目狙ってみたいと思います。さあどうか。あーまあ、やっぱフレッシュの状態なので中はね結構切れるように感じます。前だとやっぱ45だと結構ね中まっすぐ投げれば大丈夫だったんですけど最近はねやっぱ45といってもやっぱ中まっすぐはちょっと曲がるような印象ですね。いや結構思ったよりも中折れちゃいましたね。ちょっと今のを合わせるような感じで中に寄って投げたいと思います。いい感じですね。やっぱりドラゴンのコンディションはやっぱり中がねやっぱセオリーになってきますよね。いややっぱりね中が、まあ、セオリーにはなると思うんですけどやっぱフレッシュの状態の時はちょっとね幅が狭いですよね。さあどうか。あーまあでも外から投げるよりはこうポケットにね行きやすそうな感じはありますね。いやーまあでもねちょっと今月のドラゴンはね普通のロングよりは難しいような感じがありますね。もう少し中に寄って投げてみたいと思います。さあどうか。あーまあ、思ったよりも結構ね最初から中から投げないと難しそうな感じはありますね。はい、今度はボールを変えてジェムロトグリップの中でかなり強いボールですね。ジェムで投げてみたいと思います。同じように中から投球したいと思います。さあどうか。うわーまあでもやっぱ今月のドラゴンねやっぱ幅狭いですよ。結構中から絞って投げてるんですけどやっぱり絞りすぎると今みたいに刺さってしまうので、ね、中から投げれば幅があるよっていう感じではないですね。はい、もう少しで中に寄って投げてみたいと思います。
まあ、結構ね中がもうほぼね10枚から中フラットなのであんまり寄りすぎてもね難しいと思うんですよね。さあどうか、結構絞ってるんですけど、難しいです。やっぱ45フィートあるんですけど、最近本当にボールの性能がいいので45フィートあるとは言ってもボールがねやっぱ先で曲がっちゃうんですよ。なので今みたいにこう絞りすぎたらやっぱボールがね奥で曲がる分届かないので幅がね感じづらいですよね。いや、やっぱりねスポーツコンディションですよね。フレッシュの状態でね今日は投げさせていただいてるんですけど、やっぱ難しいですよ。幅がねない、ちょっと削れるまでは難しそうですね。さあ、まあ中から投げるんですけど、まあね僕の球種でなんですけど、やっぱちょっと中から投げても幅を取る、少し右に出す方が幅を感じるんじゃないかなと思います。はい、今度はですねコードマスター強いパールでちょっと投げてみたいと思います。表面が光っているのでちょっとね打ちミスがこらえるかもしれないですね。さあどうか。おー、やっぱりねコード300ジェムよりは表面が光っているので手前がスムーズにいく分ですね、少し打ちミスがねこらえるかなという印象ですね。まあでもそうですね、やっぱこう光ってる方がちょっと手前がスムーズな分打ちミスは来られるとは思うんですけど、まあ、フレッシュの状態の時からね光ったボールはどうかなって気はしますよね。さあ、僕の球種だと意外とね最初から光ったボールでもありかなっていう感じですね。いや意外とね最初から光ったボールありかもしれないですね。光ったボールの方が変化もね多分対応しやすいと思うんですよね。おお、微妙にね投げミスしてるはいると思うんですけど、まあ、結構しっかりとねポケット当たってるので意外と最初から光ったボールでもありかもしれないですね。はい、最後にですね曲がるウレタンボールルビコン UC3 でねちょっと投げてみたいと思います。最初に外から投げて曲がらなかったのでちょっとね外投げてみたいと思います。ウレタンだと止まるか。さあどうか。あー、やっぱさすがにねウレタンボールでも外は止まらないです。まあ、ロングなのでセオリー的には、まあ、ウレタンはないんですよ。ですしまあ、もしかするとね外が止まるかなと思ったんですけど、やっぱりねあそこがあんだけ行くとウレタンボールは難しいですよね。いやさすがに曲がりませんでした。ウレタンでちょっとねなんか絞って投げてみたいと思います。あー、まあでもやっぱロングで売れたんだと今みたいにやっぱアクションが出ないですよね。やっぱ売れたんなのでもともとね曲がり幅少ないんですよ。でさらにオイルが長いのでよりねやっぱアクションが出ないので、どうしても今みたいにね天品が残りやすいかなと思います。はい、もう一度ルビコン UC3 で中を絞って投げてみたいと思います。さあどうか。あ、いや難しいです。ウレタンでも今みたいに内が折れてしまうとリアクティブの方が外もね止まりやすいような気がしますし、ウレタンでね内がこらえないとやっぱ幅はかなり狭いですし、アクションもね出づらいのでやっぱちょっと難しいかなと思います。まあ、今回ねリアクティブの光ったのが意外と投げれたので、もしかすると最初からね、まあ、強いパールには限るんですけど、リアクティブの光ったのからでもいけるかなと思います。はい、
ということでご覧いただきましてありがとうございました。今日はですねアニマルリーグ6月のコンディションドラゴンのパターンで投球させていただいたんですけど、投げた感想としてはですね、今回オイルの長さが45フィートとロングのコンディションだったんですけど、思ったよりはですね中から投げるとあまり速さを感じないコンディションでした。ただですね外から投げると、今日はですねリアクティブの曲がるボールからウレタンボールまで投球させていただいたんですけど、どのボールで投げてもさすがに外から投げるとね曲がってこないなという印象でした。逆にですね中から投げるとやっぱ今日はフレッシュの状態で投球させていただいたので、伸びるまではね中から投げると結構遅く感じました。逆にですねこうリアクティブで走る光ったボールで最初から投げた方が中がまっすぐ行ってくれるので投げやすかったなという印象でした。ただ今回このドラゴンのパターン結構ね難易度的には高いのかなと思います。ボーリング場によってね外が曲がったり曲がらなかったり中がね走ったり走らなかったりするとは思うんですけど、今までのドラゴンのパターンからいくと結構難易度的には高いコンディションとなっておりますので、皆さんもぜひですね全国でアニマルリーグ開催されておりますのでぜひ参加していただいてレベルアップ目指していただけたらなと思います。はい、ということで本日もショダチャンネルご覧いただきましてありがとうございました。ぜひですねチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。